はい、皆さん、こんにちは今週も始まりました明美のワッツアップレイィオイエーイ <laughs> はい、というわけで、久しぶりに明美の登場です。えっと、先週とその前の週と放送がお休みだったんですけど、その間にちょっといろんなダンスのイベントとかがあったので、今日はそのイベントがどうだったのか、いろいろ話していけたらなっていうふうに思っています。 えっと、最近では、茶ャ町で開催された C1 グルメバトルのステージと、あとは MT バトルとかもあったので、その結果などを中心にトークしていけたらなっていうふうに思っています。今日もとってもいい天気、あの、元気よく放送していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それでは、今日の最初の一曲目、かけていきたいと思いますので、聴いてください。この曲です。どうぞ。 はい。お届けしているのは、あけみのワッツア s プ p イリオです。ここから先は、えっと、11月に開催した MT バトルの結果報告をしていきたいと思います。11月1日、えっと、日曜日、ミュージックタウンの1階広場の方で、えっと、MT バトル11月大会ソロが開催されました。 MT バトルは1年間で全部で8回、えっと予選大会をやるんですけど、今回の11月大会はこの2015年度の7回目の大会だったので、あと残す予選大会は 3on3 の1回のみとなります。えっと、11月大会の結果を発表していきたいと思います。まず、ソロだったので4部門あります。 えっと、10歳以下の部門、15歳以下の部門、18歳以下の部門、そして20歳以下の部門。この4部門のそれぞれが3位が決まりましたので、それを発表していきたいと思います。11月大会のソロ、まずはアンダーテ10、10歳以下の部門からです。第3位がコア、準優勝がモア、そして優勝がキサキに決まりました。おめでとうございます。まず、 10歳以下の部門第3位、コアなんですけど、コアはワッツアップのヒーハーに所属しているメンバーです。初めてこのソロ大会でこの3位内に入れたということで本人とっても喜んでいました。えっと、前日のレッスンまでとってもあの悩みながら練習していた感じだったんですけど、えっと、そのなんかちょっと壁というかそういうのをしっかり乗り越えて本番はもう爆発って感じで楽しそうに踊れていました。 そしてコアはよくその予選上がってベスト8ぐらいで妹のアマネとよく対戦当たるんですよ。で、いつも妹が勝つって感じだったんだけど、今回は頑張ってコアお姉ちゃんがね、あの妹にも勝って、しかも3位内にも入れたっていうことで、すごく良かったねって感じです。本人のこのダンスの自信にもつながると思うので、本当におめでとうって感じですね。 そして10歳以下の部門、準優勝が MOA です。MOA は、えっと、w h a t s a p のフォルムに所属しているメンバーで、MOA は、えっと、バトルをすごく得意としているキッズダンサーの一人です。で、今年、えっと、何回も MT バトル挑戦してくれてで、準優勝に入ることができたということで、MOA も本年度のグランドチャンピオン大会に上がれたっていう感じです。おめでとうございます。 そして優勝が、キサキですね。キサキは、ぐし川の方にある、えっと、ゴールデンエッグダンススタジオに通っているキサキっていう子が優勝したんですけど、決勝は、だから、モアとキサキの対戦で、この二人はもう本当に、もう2年ぐらい当たりまくってて、えっと、いつもモア対キサキの対戦、しょっちゅう当たるんですよ。 で、えっと、モアがいつも負けてキサキが勝つって感じなんだけど、今回どっちが勝つかなってちょっと楽しみにしてたんですけど、キサキがね、また勝ったということで、もう永遠のライバルだはずね、年も同じぐらいだから、モアとキサキはもう永遠に当たっていくはずっていう感じで、良きライバルがいるということで、またモアね、対戦できる機会があると思うから、キサキに勝てるように頑張ってほしいと思います。キサキは、えっと、 もう決勝のために必殺技を残してたんですよ。あの、決勝戦だけ、あの、2ムーブ2回踊らないといけないんですけど、この決勝の1ムーブ目で、最後に10秒前ってカウントするんですけど、10秒前になった時に、ちょっと難しい技でダブルシフトっていうやつをやったんですよ。で、みんなウォーってなって、で、2ムーブ目の最後に、 アラビアンっていう技があるんですけど、バク転みたいな技を、あの、最後に入れよったから、しかも10秒前って合図した時に入れるから、絶対に多分これ作戦として取ってたんだろうなって思うぐらい大技を詰め込んできたって感じだったので、まあ作戦も立ててるし、木先の勝ちでよかったかなっていうふうに思いました。 ねまた悔しそうだったけど、またこのキサキともアライバル関係なんで、あの、また対戦できるときは、その対戦も楽しみにしたいと思います。続きまして、15歳以下の部門の結果発表です。MT バトル11月大会ソロ、15歳以下の部門。第3位は、リリカ。準優勝は、ミキ。優勝は、セイナ。この3人が取りました。おめでとうございます。 まず第3位のリリカなんですけど、この子もすっごいちっちゃい頃からダンスやってて、うん、小学校に入ってない頃からやってたんじゃないかな。今はもう中学3年生ぐらいだと思うんだけど、すごくダンス歴の長いダンスやってる子ですね。今はこの浦添のホームランドダンススタジオに通っていて、で、リリカ何回も MT バトル挑戦してくれてるんですけど、 初めてなのかな久しぶりなのかこのグランドチャンピオン大会期を決めたということで、すごくおめでとうございますっていう感じです。第3位はリリカでした。続いて準優勝は、ワッツアップのヒーハーに所属しているミッキーが準優勝を取りました。ミキは、えっと、去年2014年度は、えっと、年齢がアンダー 0 10歳以下の部門の方で出てて、で、グランドチャンピオン大会に上がれたんですけど、今回2015年度はもう、と、年がね、一つ上がって、15歳以下の部門に出なきゃいけないということで、ちょっとあの、今年何回も挑戦して、結構ベスト4ぐらいで、あの、負けるっていうことが多かったんだけど、今回は、ちょっともう気合の一発で、 準優勝という感じでね、あの、グランドチャンピオン大会に上がれたので、すごくおめでとうという感じでした。そして優勝は、 セイナですね。セイナもゴールデンエッグダンススタジオに通っている生徒で、えっと、セイナは MT バトルの成績はいつも挑戦した時はとってもいい成績を収めていて、多分優勝ばっかり取っていると思います。今回も予選1位で通過して、結果も優勝だったということで誰にも負けなかった1日でした。はい、この15歳以下の部門はリリカ、ミキ、セイナ、この3人が大会、 グランドチャンピオン大会に進みました。おめでとうございます。続きまして、18歳以下の部門です。MT バトルソロ、11月大会、18歳以下の部門。第3位は、モラ準優勝は、昇竜。そして優勝は、サーニー。この3人が、賞を取りました。おめでとうございます。まず、第3位の、モラは、えっと、ロックダンス。 準優勝の昇竜もロックダンスで、二人はもともと高校生で、えっと、高校の部活でダンスをやってたんですけど、フローダンススタジオに通っていて、今は。で、いろいろテクニックを習って、やっぱり先生が見始めたら、やっぱりね、アドバイスたくさんもらうから、こうやって上位に食い込んできますね。はい、モラと昇竜。えっと、女の子のエントリーが多い中、高校生からは、ね、急にガッと男の子のエントリーが多くなってくるんですけど、 三位と準優勝に入れたということで、おめでとうございます。そして優勝はサーニー。この子は、えっと、有名なダンスチーム、チュロスに所属しているメンバーで、この子も、とってもダンス歴長いね。多分もう10年以上ダンスやってるんじゃないかな。が、えっと、チュロスの貫禄を見せて優勝という感じでした。おめでとうございます。18歳以下の部門は、モラ、ショリュサーニーが、 この3位内に入ることができました。そして最後、MT バトルソロ11月大会20歳以下の部門の第3位は出川。準優勝がノラ。そして優勝がユースケ。この3人が、えっと、20歳以下の部門で賞を取りました。おめでとうございます。えっと、20歳以下の部門は、えっと、b ボーイ ブレイクダンスをやってる人たちが、えっともうベスト4は、もうブレイクダンスやってる人たちだけの顔ぶれになって、3位以内も全員が b ボーイっていう感じの結果になりました。キッズは、あの、キッズって言ったら10歳以下の方とかだと、やっぱりヒップホップとロックがダントツで多いんですけど、18歳以下高校生になると、あの、いろんなジャンルが、 混ざってきてき、えっと、最近で流行ってるのはワックとか、あとはワック、ロック、ヒップホップ、あとポッピングって言って、あのロ、ロボットみたいなウェーブ通したり、ポッピング、あとはブレイクダンス、種類が増えてくるんですけど、20歳以下の方になったらもう、この部活を卒業して、 その大学に行きながらダンス続けるとか、えっと仕事に就きながらダンス続けるとかそういうふうに、あの自分の生活の中にダンスを取り入れていけてる人たちが、この20歳の方では残っていけるって感じなんですけど、そうなってくるとやっぱり b ボーイが強くなってきますね。3位内の方でもブレイクダンスやってる3人が入ったということで、すごくだからこうやって結果を見ると、あの若い世代はやっぱりスクール、 で、高校生になったら、やっぱりストリートダンス自分たちの部活で始めたり、外で自分でダンス始めたりっていう子が多いけど、やっぱりそこでもスクールに通ってる子が結構強くて、で、20歳以下になってくると、断然ストリートで自分の力で続けてる人が強いって感じで結果が分かれてくるので、 ちょっと見てて面白いなっていうふうになりますね。MT バトルを始めた当時は、まだこのキッズダンススクールも少なかったので、あの圧倒的にこのストリート系のダンサーが強かったんですけど、最近はもうキッズダンススクールがとっても盛り上がってきているので、スクールに通っているのが当たり前っていう感じになっていますね。なんか昔はね、あの学校とかで不良扱いされてる人たちが、 ダンスをやってたけど、今はこの何て言うの部活と同じぐらいの厳しさというかそのみんな汗流しながら仲間と一つの目標に向かってとっても真剣に取り組んでいるよねこのダンスってだからその何て言うか、まあ、習い事としてあの すごくいい習い事になっているけど、でも、このダンスのちょっといいところは、習い事だけで終わるんじゃなくて、やっぱりちょっと仲間との絆とか、やっぱり学生時代が終わっても続けていけるっていうところがいいところだから、あの、すごくなんかこのストリートダンスが、あの、世の中に浸透していってるのがすごく嬉しいです。えっと、そうだね。話ずれちゃったけど。20歳以下の部門は、第3位が、出川。 準優勝野良優勝がゆうすけ、この3位に決まりました。おめでとうございます。はい。というわけで、MT バトル2015年度、このソロの大会を合わせたら7回開催したんですけど、えっと、次回は、えっと、年をまたいで来年の1月に開催していきたいと思います。まだ日にちは決まってないんですけど、成人式の次の週ぐらいに、 入れられたらなっていう風に思っているので、またミュージックタウンの方と相談しながらえっと取れる日にちを抑えてで都合のいい日都合のいい日というか、良い日が多分当たると思うので、日にちが決まったらまたあの何日に開催だよという風に報告していきたいと思います。はい、mt バトルこんな結果でした。で、次回は3 o n 3えっとソロではなくて3人で。 チームを組んでの大会になりますので、えっと、ね、2015年度のラストの予選大会だから、えっと、まだグラちゃんに上がれてない人たちは、あの、間違いないメンバーと3人でチームを組んで、ぜひ挑戦してもらいたいと思います。はい。では、じゃあここでまた曲を1曲紹介しますので、聴いてください。どうぞ。 お届けしているのは、あけみのワッツアップレディオです。はい、えっと、ワッツアップイベントがね、年末に向けてすごくたくさんあるんですけど、えっと、この前は、茶ャ町の C1 グルメバトルにステージ出演してきました。えっと、C1 グルメバトルって何って言ったら、あの、茶ャ町の、えー、グルメ、 バトルなんですけど、えっと、茶炭で出しているお店の中で、その、どのお店が一番美味しいのかっていう、この食べ比べ選手権みたいなものがあったんですけど、それが11月の7日、8日、えっと、茶炭町の、あの、野球場の方ってわかるあの、見浜があって、イオンがあって、その隣側なんですけど、そこに、 えっと、C1 グルメバトルの会場が設置されて、で、そこのステージで、ワッツアップアケミダンススクールは毎年パフォーマンスとして、あの、踊ってきているんですけど、今年も、あの、そのグルメバトルのステージで踊ってきました。 で、一日、2ステージ。で、土曜日と日曜日、二日間ということで、あの、たくさんの時間、あの、お客さんにダンスパフォーマンスをして見てもらえる機会があったんですね。で、えっと、子供たちも、あの、選ばれたメンバーたちで会場の方に行って、で、まあ、限られた時間でリハーサルとかして、で、最近はその、やっぱり、ちびっこメンバーたちも、 あの、お姉ちゃんたちみたいにしっかりしようねということで、リーダー的な役割を持たせていて、で、リーダーズってまとめて読んでるんですけど、このリーダーズの子たちが、あの、リハーサルをやるときに、みんな自分よりもちっちゃい子たちを仕切ってくれたりとかして、すごくスムーズに進んだと思います。で、新しい曲の披露とかもあったんですけど、 えっと、みんな、そのやっぱり新しい曲はちょっと練習が足りなかったり少し不安なところがあると思うんですけど、その練習の時で注意されたことをみんな思い出して、あの失敗しないようにすごく気をつけて踊っていたのがちょっと印象的でした。ステージの方はとっても盛り上がっていて、お母さんたちには楽しいダンスショーを見せられたんじゃないかなというふうに思います。いつもこの C1 グルメバトルの MC が、モバイルプリンスっていう人が、あの、MC やってるんですけど、あの、太ってて <laughs>、冠かぶってる人なんでモバイルプリンスかって言ったら、あの、携帯電話にすごく詳しいそうなんですよ。で、その人が、あの、毎年、あの、C1 グルメバトルの MC をやっていて、で、ね、この人と毎年顔を合わせているわけだから、その、ワッツアップの紹介をしてくれるときも、なんかその、 一年生だった子が小学5年生になっていますね、みたいな、そういう言い方で紹介してくれたので、あの、ああ、毎年顔合わせているな、とか、子供たちここのステージを踏んで、あの、成長しているな、というふうに少し感じました。実際、ヒーハーはすごく長いことやってるグループだけど、ヒーハーも C1 グルメバトルのステージ最初立った時には、もう本当に赤ちゃんバーブーチームで <laughs>、あの、とっても、 あの、下手っぴーだったけど、その、踊ってる姿が可愛いからっていう理由で、5歳ぐらいのチームでね、出してて、で、今では、その成長して、もう大体5年生ぐらいになっているけど、ねえ、あの、ワッツアップの中では結構上の方で頑張ってるチームになっているから、こうやってその、何年も何年も年月を重ねて、レッスンをね、 頑張って続けているから、こういう風に赤ちゃんバーブーチームでも <laughs>、こうやって上手になってこれたんだなっていう風にちょっと感じました。ねすごくいいイベントですね。私たちもイベントの最中、えっと、グルメのお店を 食べて回ったりとか、あとはこのメンバーたちは結構もうその日すごく暑かったんですよ。あの、今も暑いよね。あの、11月でもうそろそろ12月でもう冬に入ろうとしているのに、えっと、10月の気温が続いているらしいです。とっても暖かい日が続いていますけど、 ねその日も暑かったわけ。で、暑かったので、私たちは、あの、イオンの方に、クーラーに当たりに行きながら、あの、ご飯を食べたりとかして、休み時間もすごく楽しく過ごせました。はい。で、えっと、ステージの方なんですけど、まあ、みんなお母さんたち、美味しいご飯を食べながら、ステージの方を見てくれたんですけど、あの、最近、ワッツアップのメンバーたちは、この、 やっぱりトップメンバーとか、その長いことやってるメンバーを優先的にイベントに出していくんですけど、入ったばっかりの子たちがよくあっちこっちイベントを見に来てくれるんですね。 で、まだそのお母さんたちとか自分の子供とかステージに上がってないのに、すごくビデオカメラであの撮影してくれたりとかして、多分お家で何回もかけて子供たちに見せているんだはずね。すごくあの初級クラスのメンバーたちがたくさん応援に来てくれるのがとっても嬉しいです。えっと、で、ビデオ撮影して多分お家でぴょんぴょん飛び跳ねながら、お姉ちゃんたちのダンス真似して、 見て目でコピーして覚えてやってるんだろうなっていうふうに想像しながら、ちょっと嬉しいから、あいってなっているけど、とても勉強熱心というか見に来てくれてすごく嬉しいです。 ねこういうふうにちょっと新しいメンバーたちもたくさん最近は増えてきています。で、C1 グルメのバトルの、あの、C、C1 グルメバトルのステージ踊っているときも、あの、私、MC なんだけど、余裕があるときは、このマイク、ワイヤレスマイクを持ちながら会場中歩き回ってるんですよ。で、ステージのね、出来具合を見ながらとか、あとお客さんの様子を見ながら、あの、あっちこっち、 歩きながら MC 回ってるんですけど、んと、ダンスショーの途中で、今、リトルモンスターっていうチームをやってるんですけど、メンバーはバトルプリンセスとリルビットを合体させたメンバーたちで、一番下は5歳から、ミタカーから、えっと、ミタカー、ミーミー、マヒーロー、ミーユー、アユム、カツキ、アーマネ、この7人で、リトルモンスターっていうちびっこのダンスチームやってるんですけど、 リトルモンスターが踊り始めた瞬間、とってもお客さんたちの見る目が変わるんですよ。あの、そこまでお姉ちゃんたちとか、結構小学生でもおっきい子たちの方が、あの、パフォーマンスしてて、いきなりちびっこダンサーに切り替わるんですけど、もう、 出始めがすごくインパクト抜群で、こんなに見た目がちっこい子たちなのに、あの、最初カツキーがものすごい顔で踊り始めるんですよ。で、そこに続いて、あの、 どんどんちびっ子たちが出てきてって感じですごくちっちゃいのにパワフルなショーをするんですね。で、このリトルモンスターが踊り始めた瞬間、お客さんも、はーってびっくりした顔になったり、あ、い見てーみたいな、こんなにちっちゃい子が踊ってるみたいな感じで、ちょっと注目度が上がるんですよ。で、さらに、この、 私が、あの、会場中うろうろしながらマイクで喋っているから、リトルモンスターが踊り始めたらすごく私に、あの、気づいてくれる人が多くて、あの、質問もたくさんもらいました。子供連れてる家族とかから、これうちの子供も入ることできるんですかとか、 この子たち何歳なんですかとか、いろいろ質問もらって、私、ショーの最中、マイク片手に、この質問に答えながら、って感じで進めてたんですけど、その日もその、ダンススクールの案内書を用意してて、そういうふうにちょっと聞いてくれてる、聞いてくれる家族には、この案内書をあげたりとか、あと置いてある場所を案内したりとかして、あの、ダンススクールの宣伝にもなったので、とっても良かったな、っていうふうに思いました。 ダンススクールは毎週土曜日に体験クラスをやっているので、えっと、この体験クラスを案内していくんですけど、この前も4家族体験来てくれてすごく嬉しかったです。今日もあの、毎週土曜日の3時の体験クラスやっていますので、えっと、ぜひ気になる方は体験に来てもらいたいと思います。そして年末には、 あの、毎年やっている発表会もありますので、今の時期入ってくれたメンバーたちは一緒に発表会に出ることになります。とってもいい時期なので、えっと、今から練習を一緒にやって、年末の発表会に一緒に出れるように頑張ってもらえたらな、というふうに思っています。そんな感じで C1 グルメバトルはとっても楽しいステージになりました。初めて披露する曲もあったんですけど、すごく素敵な感じで披露できたと思うので、 すごく良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。ここから先の WhatsApp の年末のイベント情報とかも今から伝えていきたいなっていうふうに思います。まず、えっと、一番近いのが来週ですね。11月28日、11月29日、2日間、沖縄市の方で 沖縄国際カーニバルとゲートツーフェスタ、この二つのお祭りが合体して、二日間、えっと、同時にお祭りが開催されます。28、29なんですけど、28の方で、えっと、パレード出演があります。で、パレードの方に出演して、その後、あの、毎年恒例のパフォーマンスコンテストがあるんですけど、そちらの方にエントリーしているので、また頑張って、 いいパフォーマンスをしていきたいなっていうふうに思います。えっと、一応順位は決めるらしいんですけど、w h a t s プ p のその原点に戻るというか、あの、とっても見ている人を楽しませるとか、あの、見ている人の気持ちが温かくなるようにっていうふうに、あの、 すごく最初の頃からそういうふうにちょっと見てる人が幸せになれるようにっていうふうに、ショー作りをずっと続けてきているので、まあもちろん最優秀賞のグランプリを取りたいではあるんですけど、あの見てる人が、うわーって、あの、なれるようにすごい素敵だなとか、あの、噂のリトルモンスターも出すし、あの、驚きと、 なんか幸せな気分になれるようなショーにしたいなって思っていますので、ぜひ見てもらいたいと思います。土曜日がパレードが、えっと、ユニオンの方むつみが丘公園から、えっと、2時スタートかな違う、2時半だ。2時半にパレードスタートして、で、ユニオンの方から、 あの、三栄の道通ってゲート通りに曲がってっていう風に1時間パレードをしていきます。で、ワッツアップは一番列の最後に、あの、歩いていきますので、ね、子供たち待ち時間大変だと思うんですけど、あの、ね、水分補給とかしながら楽しくパレードを歩いていきます。 で、歩いて、で、到着した後にパフォーマンスコンテストがあるんですけど、そのパフォーマンスが4時から、えっと、ゲート通りの方でありますので、ぜひ応援に来てもらいたいと思います。ね、今までは、 なんかこの投票の仕方が変わったみたいで、えっと、これまではそのお客さん投票があったんですけど、今年からはお客さん投票はなしらしいです。でも私お客さん投票結構信用してなかったから、あの、審査員のあの人がつけるでいいと思います。だけどお客さん向きにパフォーマンスしてくださいねって言われたから、ちょっとどういうふうにしたらいいんだろうって今は考え中なんですけど、また今度の 水曜日にみんなで集まって、えっと、メンバーたちと作戦を立てながら、いい賞ができるように組み立てていきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援に来てくださいね。よろしくお願いします。そして次の日、11月29日日曜日は、えっと、ゲート通りのメガネ屋さんの前で、ダンスコンテストを開催することになりました。小学生限定なんですけど、これまでに優勝したことのない、 優勝未経験のビギナークラスと、あと優勝したことがある人たちのためのキッズ部門と、小学生限定だけど、二つに部門を分けて開催していきますので、ぜひそちらの方も遊びに来てもらいたいと思います。見るのは無料で見れます。夕方の6時から日曜日は、えっと、メガネ屋さんの前でやりますので、ぜひ見に来てくださいね。 そして、あと、毎年、あの、ワッツアップのダンスショーの時間ももらっているので、えっと、また今ね、ダンスショーの時間相談してもらってるところだから、多分次のラジオ放送の時にはお伝えできるはず。えっと、ダンスショーの時間も、あの、ありますので、ぜひその時間もまた来週放送の時にお知らせしていくから、チェックしてくださいね。よろしくお願いします。 はい。一番近いのは、この今度、沖縄国際カーニバルで踊るんですけど、その他にももう12月に入ったら、クリスマスショーがいっぱいあります。12月6日が、キャンプコートニーで、で、12月20日、ライカムの5階の方のステージで、で、12月23日が、子供の国クリスマスファンタジー。そして、12月27日、今年の一番最後の日曜日には、沖縄市民会館の方で、 ワッツアップ秋キダンススクールの発表会をやりますので、ぜひその発表会も見に来てもらいたいと思います。はい、チケット1000円なんですけど、えっと、みんなの力でお客さんを1000人呼ぼうという感じで頑張っているので、ぜひ気になる方は、あちこちイベント会場を踊りに行くときに、私チケットを持っていってるので、 ぜひ市民会館の発表会にも見に来てもらえたらなというふうに思います。すごく楽しいステージにしていきたいと思いますので、ね、年末まで休みなし、で、しかもレッスン数も増えてきますけど、あの、子供たちのサポート、お母さんたちよろしくお願いしますね。はい、じゃあここでまた一曲、曲をかけたいと思いますので、聴いてください。どうぞ。 はい。お届けした曲は、最近、ダンスショーでもやっている曲で、WIP っていう曲をかけてみました。ね最近この曲で一番最後踊って、ちょっと楽しく終わるっていう感じでやっているんですね。はい。じゃあ、ここから先、もう終わりの時間に近づいてきているので、えっと、ダンススクールの案内を軽くやりたいと思います。 番組の途中でも少し体験クラスのことをお話ししたんですけど、毎週土曜日には無料で体験できる体験クラスを開いています。3時からが、キッズ、子もたちを対象としたキッズクラス、小学生までのちびっこたちです。小学校に入っていない3歳、4歳、5歳の子も、えっと、体験受けることができますので、ぜひ興味のある方は、毎週土曜日にやっている体験クラス遊びに来てください。 そして4時30分からは中学生、高校生のクラスもやっていますので、ぜひそのクラスにも遊びに来てもらえたらと思います。<laughs> えっと、ダンススクールではブログもやっていますので、カタカナで、ワッツアップあけみダンススクールで検索してみてください。そしたら、えっと、あちこちイベント会場で踊ってきた時の写真を中心に載せていますので、ぜひ、えっと、どんな感じなのかなって見れる機会があったら、ブログの方もぜひチェックしてください。カタカナで、ワッツアップあけみダンススクールです。はい、えっと、 よくブログを見てあの体験レッスン来たいんですけどって電話をかけてくれる人が結構います。ありがとうございます。私の連絡先も載ったりしているので、質問のある方はぜひメールとか電話とか受け付けていますので、えっと、連絡ください。そして体験レッスンは、あの事前の予約とかは全然必要ないので、あの、 電話入れてから来ようかね来週にしようかねって思わないで、あの、そのまま、あの、飛び込みで来てください。で、必要なものは、室内で履ける靴があれば OK なので、あの、体育の時に使っている体育館シューズとか、あとは学校で履いている上履きとかでいいので、 最初は、こうやって今持ってるもので、えっと、体験してみてください。で、もし体験受けて、この WhatsApp のメンバーになりたい、ここのダンスバッチリだって思えたら、あの、みんなが入ってるシューズを真似して買ってもらって、で、まあ、一緒にメンバーとして、えー、年末の発表会に出ようという感じなので、ぜひ体験クラス遊びに来てもらえたらと思います。 イベント情報ももう一度、えっと、11月28日、29日は沖縄市で、 国際カーニバルとゲートツーフェスタがあります。その2日間、ワッツアップ明美ダンススクール、パレードの方と、ダンスコンテスト開催と、あと、小出演もありますので、その日は1日中お祭りだから、あの、ワッツアップだけって思わないで、この沖縄市のお祭り楽しんでもらえたらと思います。バイクパレードがあったり、あとは、 いろんなサンバもあるのかなサンバのことちょっと忘れてたけど、あるのかなちょっと私サンバ見たいですね。セクシーなお姉さんたちのダンスも見たいです。で、空手の演舞とかエイサーとか、あとサッカーのゴールシュートみたいなのも毎年やってたと思うんですけど、ねえ、えっと、お祭りが1日中2日間開催されていますので、ぜひ遊びに来てください。次のイベントは12月6日。 キャンプコートニーの方で2時15分からクリスマスショーをやります。12月20日、ライカムで、えっと、5階の方で踊ります。12月23日、子供の国クリスマスファンタジーで踊ります。そして、12月27日、一番最後の日曜日は沖縄市民会館の大ホールの方で発表会もありますので、年末までもう突っ走るぞーって感じですね。 今、ダンススクールでは、平日のクラスでは、もうクリスマスに向けてのダンスショー作りをとっても頑張っているところです。えっと、まあ、クリスマスらしい曲とダンスと、あと、今回は衣装もちょっとクリスマスっぽいのを頑張って今作ってるところなんですけど、ちょっとずつできてきています。えっと、12月6日のキャンプコートニーがクリスマスショー初、初出しというか、 12月6日のショーからクリスマスショーをやっていくので、ぜひ楽しみにしててもらいたいと思います。そんな感じですかね。では、じゃあもうだいぶ終わる時間な、なっているので終わりたいと思います。また来週は、えっと、国際カーニバル当日なので、えっと、ダンススクールの子供たちもちょっとたくさん連れてきて一緒に放送していきたいと思いますので、ぜひ来週の放送も楽しみにしててください。それでは。 締めていきたいと思います。ここまでの MC は私、ワッツアップ明美でした。ありがとうございました。バイバーイ。